それだけ評判悪いです。経済財政諮問会議。なくなっていいでしょ、こんなの。この人たちが日本経済に、なんか寄与しました。ええ。はい、皆さん、こんにちは。アメリカ会です。今日はですね、先立て私の動画で、そのアメリカでの4月18日、から、3月からですね、3月から4月18日、までのその4週間で、そのアメリカ国内でのコンドームの売り上げが 23.4% 急増したというふうな動画を上げました。でですね、なんでそうなっちゃったのかなというふうな、ことをまあ考察したんですけどもね。まあ一つには、やっぱりワクチンの接種が進んだからなんですよね。ワクチンの接種が進んだ。ということで、新型コロナウイルスの恐怖が和らいだ。ということで、まあ極端な話、まあ性交渉ですからね。まあ、腸がつくほどの、濃厚接触も、まあ、ある程度可能だろうというふうな、ことになって、そう思う人が増えたから、まあ、コンドームが増えたというふうな、動画アップしました。でですね。で、合わせてその時に日本の現状についてもお話したんですよね。日本も、ですね、2019年ですか。2019年に86、出生数2019年に86万人。で、去年ですね、去年のその2020年は85万人切るんじゃないかというふうな、予想を私はしました。まあ、85万人ぐらい切るんじゃないかなっていうようなことをその動画で言いました。ところがですね、これ今日、これご紹介する記事なんですけども、ですね、今日は5月4日です。まだまだゴールデンウィーク真っ只中なんですけども、ちょっとこの記事古いです。4月の26日、先月ですね、4月の26日の夜配信された、テレ朝ニュースのウェブ版なんですけども、そこでそれによると、いやいや、85万人じゃないよと。今年、80万人割る可能性あるよ。というふうな、ことが、試算されたという話なんですよね。試算されたというよりも、あの悪名高い経済財政諮問会議に属している民間議員が、まあ、発表したというふうなことなんですよ。でですね、このテレ朝ニュースちょっと読んでいきますけどもね、政府の経済財政諮問会議で今年の出生数が80万人を下回る可能性が指摘され、若い世代の所得の引き上げなど、子供を産める環境を早期に整備するよう提言が出されました。この若い世代の所得を引き上げるとか、遅いですよ、言ってることが。もうね、バブル崩壊直後に言ってください、そういうことが。本当にもう。そこが悪名高き経済財政諮問会議って言うんですよね。まあ一部の間では言われてます。まあ一部といっても8割ぐらいですかね。8割から9割ぐらいの、高確率ですかね。であってほしいんですけども。で、まだちょっと読んでいきますね。で、日本の出生数は年々減少していて、2016年には100万人を割り。で、当初の計算では、2030年にも80万人を下回ると試算されてたということなんですよ。2030年ですよ。ところが、この経済財政諮問会議で、民間議員から、去年の妊娠届ですなどから出生数は、今年にも、2030年じゃなくて今年にも、80万人を下回る可能性があるとする試算が提出されました。まあ今年だから2021年ですね。2020年はまあどうなんでしょうね。でまあ80万人前後行くんじゃないですかね。どうでしょうか。まあその上で若い世代の雇用や所得の引き上げ、性別を問わず希望する人が育児休暇を取得できるよう政府に働きかけを強化することを求めましたということなんですけどね。まあ、突っ込みどころ多いです。この経済財政諮問会議、わかりやすく言うと、財務省と結託してますね。結託してます。ええ。どういうことか、緊縮財政です。ここの民間議員、もうほとんど緊縮財政、大賛成論者ばかりですよ。ええ、違う人がいたら手を挙げてください。でですね、若い世代の雇用や所得の引き上げ、どうしたらいいんでしょうね。給料を上げるには。給料を上げるのは、いくら企業、一企業頑張ったって、給料上がりませんよ。やっぱり国の力必要です。どういうことか。もう消費税廃止です。まず消費を増やすということですね。消費を増やす。で、消費税廃止します。で、財政出動して、
まあ、設備投資ですね。設備投資、公共事業だの、研究開発だの、まあ、防衛費だの、まあ、防衛力に、まあ、どんどん投資する。そうすることによって、消費が増えるから、消費が増えると。んで、公共事業とかで、まあ、公共設備とかに、まあ、公共設備に、まあ、そういうふうなところに投資するから、今まで2往復だったのが、まあ、高速道路とかできて、4往復できるようになったっていうことで、まあ、利便性上がりますよね。利便性上がります。そうなると、まあ、消費が増えて、じゃあ、もっと生産力アップさせようっていうことで、そういった公共設備、プラス、この民間の設備ですね。まあ、機械倍増するとか、そういうふうなこと、やると。いうことで、どんどん生産力もアップしていきますよね、投資によって。で、またそれで、まあ、消費、ガンガン増えると。で、またそれによって、また消費、まあ、生産力が増える。生産力が増えるっていうことは、そこで働いている人の企業、労働生産性がアップするんでね。そこで働いている企業の人たちの給料アップしますね。給料アップするってことは、そこで働いている人が今度は消費者になって、どんどん消費しますよね。で、そういうふうにこう、ガン繰り返して、もうどんどん上に行きますよね。で、そういうふうな好景気の循環を作り出さなければ、給料は上がりませんから。なんでね、それやらなきゃいけない。それにはどうしたらいいか。財政出動しかないんですよ。消費税廃止と財政出動しかない。つまり、反緊縮政策に舵を取らなければ、絶対これできない。ということで、経済財政諮問会議の、方々、民間議員の方々、民間議員って言葉もクソですけどね、民間人でしょ。我々選んでないですよ。大部分の日本人が、一般の日本人が選挙でこの人たち選んだわけじゃないですからね。ごく一部の人間が、民間議員選んでるだけですからね。ただ単にそれですけどね。だから民間人で十分です。こんな人たちは。もう言ってることがめちゃくちゃなんです。言ってることやってることがめちゃくちゃなんですよ。若い世代の雇用や、所得を引き上げるんであれば、あなた方が180度頭くるって変えなきゃいけませんよ。くるくるくるって頭、180度変えなきゃいけませんからね。で、今度は性別を問わず、希望する人が育児休暇を取得できるよう、政府に働きかけを強化することを求めましょう。まあ、これはまあ、働きかけたかったらどうぞですけどね。ただ、やっぱりこの若い世代の雇用、特に所得の引き上げですね。これを、本当に、この経済財政諮問会議の民間議員の人が、これを言ってるってことは、本当にあれですよ。財政出動、というか、まあ、あれですよ、反緊縮政策論者ですよ。そういう人たちがこれ入ってるって言うんですかね。また、なんかダブルスタンダードで言ってるような気はしますけどね。それだけ評判悪いです。経済財政諮問会議。なくなっていいでしょ、こんなの。この人たちが日本経済になんか寄与しました。GDP アップさせました、この人たち。出生数はアップさせない。名目 GDP もアップさせない。GDP もアップさせない。実質賃金もアップさせない。何にも役に立ってないんですよね。だからこの経済財政諮問会議のこの民間議員の人、これ提唱した民間議員の人、もうすぐ、もう考え方変えてくださいね。やっぱり私は間違ってたと。それで、残りの民間議員の人、言いくるめてくださいね。じゃなきゃ、存在意義がない。この、経済財政諮問会議、っていう、その会議は。会議やってんですかこれ、本当に。ただ、お茶とか、せんべい食べながら、まあ、ああでもない、こうでもない、でも、色端会議みたいな感じでやってんじゃないですか井戸端会議みたいにやってんじゃないですか、と言われても仕方ないですからね。まあ今日はもう、この経済財政諮問会議の悪口ガンガン言いたくてね、この動画上げました。ただね、このものすごい急速にやっぱりなるんでね、やっぱり新型コロナウイルス、この新型肺炎をやっぱり克服しないと、ちょっともう無理、まずはそれやらないとちょっと上がらないかなっていうふうな感じがあります。合わせて、まあ財政出動する。だから財政出動して、それで消費税を廃止して、それでやっぱりそれで、まあ財政出動の中には 100% 粗利補助だとか、定額給付金とか入ってますからね。結局、
あれなんですよね。こう考えてみると、その新型肺炎の収束と、この財政出動による経済成長、実は相関関係あるんですよね。なんか話を聞いてそう思いました。実際のところ、それで、まあ、収束させるためにお金ガンガン出す。それから、収束させたら爆発的に、またその財政出動を維持すれば爆発的に、経済、まあ、GDP 成長するんでね。ということで、やっぱり繋がってるんだなと。だから、この、新型肺炎の収束の、その収束の、その政策ですね。政策、対策をやらない限り、経済成長もしないんだな、というふうなこと。まあ、この記事読んで、まあ、ふと思いました。まあ、どっかの国会議員、ふと46という数字が浮かんだみたいなこと言ってますけどね。私なんて、ふと、0という数字浮かびましたよ。ふとして。パッて目覚めたら、あ、0。なんだと思います？そうですよ。消費税0%が0ですからね。そんな46とか何十何とかっていう数字、パーって浮かび上がった国会議員。早く、0を、こう、パーっと思い浮かべるような、聡明な頭脳を持ってください。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。